どうも、バタでーす。この動画はね、タカラトミーのおもちゃを調べた動画です。今年の5月なんですがね、うん。まあね、昨日はね、新元号の令和になったもんでね、その挨拶動画を出したもんでね、今日、まあこの動画は、今日出すことにしました。ね、うん。本当は1日なんですがね。そんじゃあね、今年の5月に発売するタカラトミーのおもちゃは何が発売するんだろうな。そんじゃあ見ていきましょう。ではどうぞ。その前にもしよければチャンネル登録と通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にするといち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね各動画でね、終了画面またはね画面の右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。 Twitter、Facebook、Instagram をやっていてね、ついでに登録するとね、新しい動画 の公開する前に告知で報告するもんでね、それもね、SNS を、登録してください。もしよければね。まあ、SNS は、各動画のね、説明欄に、リンクを貼っていますのでね、ぜひ、確認してください。もし、この動画が、良ければ、ね、グッドボタン、高評価を押してください。お願いします。さあ、ね、5月になりましたもんでね、令和に最初に発売するタカラトミーのおもちゃを調べていきましょうね。5月発売予定のやつなんだけどね、うん。まあ、まずは、ね、このトミカが、ね、2019年5月1日に発売します。で、昨日じゃん。まあ、令和最初のタカラトミーが発売したおもちゃでもあるね。次は、爆眼。で、009の、ハイドロスと、サペンテーゼデラックスが発売するそうです。まあ、これのことかな？ちょっと見てみようか。これが、バクグテンで、サペンテーゼで、デラックスで、ね、まあ、ハルガーの、デラックス版に続く、これが発売するます、しますね。うん。まあ、ちなみにこれがパッケージで、ね。次はハイドロス。まあ、確か新しい仲間が使っとるやつらしいもんな。うん。まあ、これがパッケージなんですけどね。うん。さあ、次が、何が発売するだろうな。あ、ディカちゃん来たね。さあ、トミカも発売して。あ、でも、18日になっとるよな。11日は発売しないのかな。まあ、4日は、まだゴールデンウィークだもんでね。まあ、発売はされないと思うけどもね。うん。よう見たら、18日
発売が多い、あ、多いな。あ、でも爆眼はちょっとこれわかんないな。うん。さあ次が、が、あ、リエマも18インチ、あ、ハイドロスももうこれ18インチになっとるわな。サーペンテも18インチ、まあこれもまあゴルフのやつまた出とるな。4月も3月も出とるもんな、ゴルフのやつはね。ちょっとな、もうゴルフのやつもういいよ。さあ1日、1日は何が発売するかね。やっとあのパウパトロールのあの玩具が発売しますね。うん、ワンアクションフィギュアとパウステーションとね、あ、ゾイドワイルドもこれ発売しますけども、もうディノフォス、まあ最近ゾイドワイルドはあの1体だけ発売するもんな。うん、あ、稲妻イレブンのボリューム6も発売するしな。うん、確かね、立ち向かいと、あ、確かミナントだったっけ、忘れたけどもね、最初期の稲妻イレブンのキャラクターもラインナップされとるもんな。あ、ディノボロス、見てみよっか。ディノフォスは、こんな感じになっていて、こんな風で。これがあの、ワイルドブラスト。まあ、なんか、骨が、なんかラプトールに似とるもんでな。まあ、ディノフォス。まあ、最近、ゾイドあの、1体だけ発売するもんな。うん。これ、稲妻イレブンの、イレブンライセンス、ボリューム6で、ね、あの、初期の、ね、稲妻イレブンのキャラクターが、ね、出とるもん。ラインナップされとるもんでね。まあ、これは、まあ、かつてあの、の、初期、まあ、あの、初期の、の、まあ、稲妻イレブンが好きな、あの、大人の、の、の人でもさ、あの、欲しがると思うもんでな。あ、ウィクロスの構築済みデッキが発売しとるし、あ、カーニバルのやつか。まあ、カーニバルおばちゃんだけど、ねえ。誰、おばちゃんって言ったら怒られるな。さあ、次が。お、ベージックビークルも発売して、バーバトのね、うん。まあ、単品版も来とるな、うん。ボックスも発売されとるし、お、サウンド、お、GC のやつも発売しとる、するもんな、うん。あとは、バウパトロールも あるけども、もう、まあ、ね、プリンセスのあるしな。あと、ウェア、ぬいぐるみとは、あの、チョッコリさんだけだな。うん。ああ、5月はこれだけか。発売するの。まあ、4日はゴールデンウィークで発売されないし、そして1日は、まあ、あの、何も発売されへんもんな。うん。これが、ね、5月に発売す、いや、レイは最初に発売するタカトミーのおもちゃでした。いや、おもちゃを調べました。というわけでね、ね、
今年のね、5月に発売するタカトミーのおもちゃを調べた動画はいかがでしょうかね。うん、元はという、まあ調べたホームページはね、あのタカトミーモールから調べましたもんでね、まあね、タカトミーモールのホームページはまあ概要欄で見てくださいね。うん、まああとね、ね、あとはね、まあ5月はね、ね、そんなに発売するおもちゃはありません。まあ、5月の4日はゴールデンウィークで、11日がなぜか何も発売しないっていうことになってますからね。うん。18日から、タカトミーのおもちゃが発売、いや、おもちゃがいっぱい発売しますね。うん。18日確か、バウパとロールとね、爆眼が発売しますもんね。うん。25日は、稲妻イレブンと、ね、ゾイドワイルドのおもちゃが発売します。ね、うん。まあ、他は、まあ、いつもの、リカちゃんとかは18日、いや、リカちゃんとトミカも18日に発売して、トランスフォーマー GC だけだもんでね。まあ、トランスフォーマー GC は、発売、まあ、25日ぐらいに発売すると思います、ね。うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、ね、5月、あれ買いようとか、かね、あとね、ね、これが欲しいな、でもいいので、ぜひ、コメントに書いてください。あとね、僕ね、ちょっと軽度の知識障害持っとるもんでね、そのせいか、喋り方になんか違和感あるなーって、っていう人もおったりさ、滑舌悪いなーという人もおるもんでね、そこだけはご理解お願いします。あとね、ね、早く新しい動画を見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。まあ、そうだけどね、まあね、さ、これなんですがね、今のところはね、ね、発売するもんは、ね、まだ確定ではありません。ね。まだまだなんか発売するもんがあるもんでね、うん。例えば、ベイブレードバーストの、おもちゃとかさ、ベイブレードバーストのやつとかがね、まだ、公開発売日が、なんか発売するもんが公開してないもんでね。まあそこだけはまだまだ未定であります。何が発売するんだろうな。まあね、うん。以上をもちまして、バタの2019年5月に発売するタカトミーのおもちゃを調べた動画でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。